さあ今日もまたビールを飲みたいと思います。これです。キリン本格辛口麦発泡酒ですか、わかりませんが、第3のビールかもしれません。うわー、やった。あった。今日また美味しそうだね。キリンらしいこの青いパッケージがね、いいですね。飲み応えアップと書いてあるな。高刺激、高発酵、まあ辛口であると。あのキリンのビールは割と僕好みなんですけども、これはどういう味なんでしょうか。これも食べようかなと思って買ってきました。カルビーの片揚げポテト、これは本当美味しいの。なんか青い青いって感じのパッケージでよろしいですな。うっ、入りましたか。入ったね。飲んでみます。飲みます。あ、美味しい。まあ確かに辛口です。でもそれほどきつくはないですね。まあ確かにフルーティーな味ではないかもしれませんが、意外と爽やかな味しますよ。うん、やはり辛口のせいか、なんかキレがいいですね。うん、飲み越しがいいというか、喉越しがいいか。暑い季節になるとこれはいいんじゃないですかね。いや、美味しい美味しい。これいけるわ。まあ、今日はこういうことです。